はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、キンキンに凍ったジョッキにいろんなものをぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズをねやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあまずはねコメント紹介からなんですけども、マスク大輔さんからですね。お疲れ様です。お疲れ様です。キンキンシリーズ毎回楽しみにしてますと、次はライフガードをリクエストしますということで、リクエストありがとうございます。買ってきました。さあこちらですね、ライフガード、これね飲んだことはあるんですが、もうはるか昔で3回ぐらいしかね飲んだことないかなって感じなんですけど、超生命体飲料って書いてあるんですよ。でそれね言い過ぎだろと思って、でも裏にもね書いてまして、7つのビタミンと7つのアミノ酸に蜂蜜とロイヤルゼリーを加えた炭酸控えめマイルドな飲み口のパイオニックかっこ超生命体飲料ですってことで、気になります。さあ今日もねキンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンに凍っております。さあ色ですよね、どんな色かな。黄色っぽい気がしてるんですけど、入れていきましょう。あーやっぱちょっとね黄色がかった薄緑、黄色いですね。あ、ビタミンマッチっぽいですね色は。音がいいな。匂ってみましょう。うまそう。あれこの匂いなんか匂ったことあるな。オロナミン C っぽいかな。さあじゃあ飲んでみたいと思います。今日はライフガード飲んでみます。いただきます。乾杯。これは何の味だ。うまっ。刺激そんなに強くない。冷たい。ああ。なんか色と匂いの割にはですね、ちょっと味が薄いかなってのがあって。ちょっと味が薄めのね、オロナミン C かなっていう気が今日はね、しましたね。はい、お疲れ様でした。ということで今日はですね、ライフガード飲んだんですけども、成分はねいいっすね。7つのビタミン C と7つのアミノ酸なんで、で蜂蜜ロイヤルゼリーでしょ。これはね言うことないっすね。エネルギーチャージに。カロリーもこれ350缶1本飲んでもう100キロカロリーちょっとと、これはね中身申し分ないなって僕は気がします。でもまあ僕が今日一番びっくりしたのはこのね缶のデザインですね。こんなことだったっけと思って、なんかここまでね激しい印象僕持ってなかったんですけど、これねまじまじと見たらなかなかね激しいっすね。まあ、あとはキャッチコピーですかね。この超生命体飲料ですよ。これはねパンチ効いてますよね。というわけで飲んでみたくなった気になったって方いらっしゃればぜひね試してみてください。はい、というわけでね、マスク大輔さんですね、今回ねこのリクエストなかったらやっぱ僕ね飲もうと思わなかったんで、本当ねリクエストありがとうございました。はい、でこのシリーズですね、もう本当おかげさまでね、いろいろもあれも飲んでくれ、これも飲んでくれってなんかリクエストもらえてるんで、でこれねすぐ買えるものとなかなか買えないものがあって、すぐ買えるものはもう買ってきてね用意してます。これからもねどんどん動画にしていきますんでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。またね飲もうと思いました。